私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。玉川通る氏が泣いたテレサ社員からのやめないでメール多数。社内ではおとなしくていい人との評判も。玉川氏は9月28日放送の羽鳥慎一で安倍晋三元首相の国葬での菅義偉前首相の弔辞について、当然電通が入ってますからねなどと発言。それが事実ではなかったことから翌29日の番組で謝罪したが、批判は収まらず10月5日から10日間出勤停止となる謹慎処分となった。事実誤認発言による謹慎処分から復帰したテレビ朝日の報道局社員玉川徹氏59が涙を流していた。20日放送羽鳥慎一モーニングショーでコメンテーターの座を振り、現場取材者としてスタジオ復帰。玉川氏は降板報道を経ての逆襲を誓っているというが、その熱い思いを支えているのはテレ朝社員から殺到したやめないでメールだった。玉川氏は番組で謝罪した際、現場に足を運び取材をし、事実確認をして報告する基本にもう一度立ち返るべきだと考えましたと決意となる取材スタイルを宣言したが、もちろん逆襲に燃えているという。長く政治関連を担当し、政権与党に厳しい姿勢も貫いてきた。復帰してすぐにとはいかないまでも、狙っているのは念入りに取材を重ねた玉川スクープを出すことでしょうね。これまでの玉川氏を支持する政界などの関係者からネタも届き始めていると聞いています。19日放送の同番組に出演した際、改めて謝罪。翌20日にはコメンテーターではなく、現場取材した成果をスタジオで報告する不定期出演スタイルで復帰した。世間では復帰に賛否両論が巻き起こったが、同局の篠塚浩社長は25日の会見で、現場に足を運んで取材をして報告するという基本に変える、出演を続けながら信頼回復に努めていくと言及。さらにこれまでの経験を生かして取材を元に番組に貢献してくれたらと会見では一貫してフォローし、期待を寄せた。そうは言っても玉川氏にとっては屈辱だ。番組や欠席処分となった上司など周囲に迷惑をかけた。定年後も番医師のはずだったコメンテーターも外されてしまったからだ。謹慎後で後ろめたい気持ちになりそうなものだが、以前と変わらず局内を堂々と歩いているという玉川氏。それを支えているのが謹慎下中のやめないでメールだったというから驚きだ。降板や退社などが報じられた再社員からやめないでくださいなどとメールなどで熱いメッセージが玉川さんの元に大量に届いたんです。よく知らない社員からも熱い文面が届く事態に玉川さんは驚き、時に涙ながらに目を通したとか、番組から去った方がいいのかと悩んだこともあったと言いますが、番組で謝罪した上で取材者としての復帰を誓ったのもそうした社員たちの思いがあるからです。テレビ出演や打ち合わせなどでは兄頃も着せぬ発言で暴走機関車のイメージが強いが、テレビを離れた人物像を知る人物からすれば寡黙な偉人。普段しか知らない人はテレビの玉川徹さんは本当に同一人物と口にする社員まで存在するという。会社や上司に言いづらいこともはっきりと意見を言ってくれる。そうした言動が自身の出世のためとかでもないので信頼されているんです。だからこそ社内に隠れ玉川シンパが多い。視聴者からは批判と同じくらい玉川氏を応援する声が届いたことは希望通り、篠塚社長から期待され、社内から涙のメールが届き、あとは玉川氏があっと言わせる取材成果を見せるだけだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。